キャッチで今シーズン初勝利に燃えたのは5年目の高梨宏斗。チームの3連勝も背負った右腕はオリックス打線に対し攻めの姿勢を貫きました。9回のマウンドでも衰えぬ球威で先発としての役割を果たした高梨、今シーズン初勝利を完投勝利で飾りました。